さあこれで野村さん、奥川のプロ初勝利がぐぐっと近づいて最終イニング、はい、この9回のパスアウト3つですね、はいはい、ということになりました。この9回のマウンド、サウスポーの長谷川が上がっています。長谷川が今シーズン4試合目の登板です。防御率は 7.71 というこの長谷川、3月30日ベイスターズ戦3番手で今シーズン初勝利を挙げてから、その日以来の登板ということになります。そしてサードには奥村が入りました。